チャオ、あっちゃんです。今日は5月の9日月曜日です。はい、今日の晩ご飯何しようかなって悩んでたら、下の子がお寿司食べたいって言うから、なんか適当にちらし寿司みたいなもん作ります。はい、では作っていきます。はい、きゅうりと人参を、きゅうりは薄切り、人参は細切りにして置いときます。はい、卵焼きます。油ね、引かずに多分大丈夫です、このフライパンなら。はい、ね、ぐちゃぐちゃぐちゃって、もうスクランブルエッグにします。今日ね、風邪ひいたみたいで、なんか具合悪いからね、お料理適当です。でも美味しいものが食べたいしね、美味しいものを食べさせてあげたいんで、ちょっと頑張りますね。いい感じ。やっぱ焦げへんフライパンいいね。油使わへんかヘルシーやしね。こんなもんで OK です。では器に取りたいと思います。で、味付けはマヨ。マヨだけで、くちゃくちゃって混ぜます。ね、見てみてこれ、卵、油ひかずに卵を炒めたフライパンに水かけて、水パッて流して、ティッシュで拭き取るだけ。これでもう綺麗に取れんの、すごいわやっぱり。フライパン買ってよかった。なんかずっとフライパン良かったよの動画ばっかりみたいになってるけどね。すごい感動してんのよ。はい。はい。まあね、皿のうちだけかもわからへんけどもね。でもストーンマーブル今のところお気に入りです。はい。はい。炊き上がったご飯。今回ね、3合炊いたん。今日はね、お寿司する予定も何もなかったから、ご飯3合炊いて、そこにね、適当に作った寿司酢。市販の寿司酢で十分やけどね。あっちゃんね、酢と砂糖と醤油で、適当に寿司酢作ります。はい。を、ざーっとかけて、で、全部一気にいかへんよ。ちょっとずつかけてね。で、切るように混ぜていきます。これカメラが持ってると無理かな。はい。またね、ちょっとかけて。って感じで味付けていきます。で、ご飯、寿司飯ができたら、ここにさっきのお野菜。ね、さっきのお野菜と卵とサバ、シーチキンに似てる思ってんけど、シーチキンがね、買ったはずやねんけど、ないんよ。だからサバの、梅じそ風味のサバ缶入れます。前もこれで、ね、作って美味しかったからね。はい。サバ缶ね、とりあえず半分入れた。で、ちょっと混ぜてみます。はい、サバ缶足りんそうやったから、全部入れちゃいました。はい。お汁だけ残ってます。またお汁なんかに使えるし、ね、ちょっと置いときます。多分。では混ぜていきたいと思います。はい、できました。ってことで、ちょっとね、見た目悪いけど食べたいと思います。はい、できました。なんだろう、サバの缶詰の混ぜ寿司、ちらし寿司みたいな混ぜ寿司みたいなもんね。はい、では食べたいと思います。もう今日具合悪いから、もうこんな適当にババッとしか作れへんかった。あ、もうなんか疲れた。すごいね、汗が出たりね、多分熱出てるのかもわからない。測ってないからあれだけどね。食べるだけ、食欲はあるから、食べるだけ食べたいと思います。ではいただきます。やめて、ゲームやめて、ゲームやめなさい、食べなさい。テレビのチャンネルはないよ。ないよ、こっちに。こっちにあるやん。
ちょっと酢が足らんだかな。もうちょっと酢効かしてもいいんだけどね。あんまり酢効かすと下の子が、あ、上の子がちょっとね、酸っぱい酸っぱい言うから、うん、これね、マヨかけたら美味しいよ。あ、マヨ持っていったかな。あった、その辺に転がってます。かける？いらん？マヨをね、ちょっとかけると美味しくなります。うん、おいしい。お寿司はね、うん、食べやすいしね、うん、今回サバ缶強かったけど、うん、シーチキンのうま作ろうもてんけどもね、うん、別にサバ缶強くてもシーチキン缶強くても何でもいいよ。お魚系の缶、マヨ、はい、おかわり。下の子が早速おかわりです。あ、上の子もおかわりです。美味しい。混ぜ寿司を喜んで食べてくれるからいいわ。はい、とね、これ何でもいいよ。ほんまにカニ缶でもいいし、サンマ缶でもいいし、うん、焼き魚、うん、焼きサバでもいいし、焼き鮭、焼き鮭でもいいし、うん、焼きサンマとかでもいいよ。お魚で、うん、こんな感じ、うん、もう言ってくれたらいいし、うん、何でもあります、はい、最近はね、最近食べられるようになったけど、やっちゃん椎茸がダメやった、うん、で高野豆腐もダメやった。だからちらし寿司がダメやった。だからお母ちゃんが作ってくれたのがこれ、きゅうりとあお魚で作ったちらし寿司、うん、やねんけどね、だんだん改良されてきていろんなものが入るようになって、卵もね、そぼろにするのめんどくさいから、もうフライパンでジャ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 って一気に作ってしまったり、ね、これがあっちゃん流です、はい、まあ、要は適当です、はい、ということでね、今7時15分のご飯食べて、ちょっとまたね、横になって、うん、熱測って、うん、お風呂でも熱がそんななかったお風呂入って、うん、もう早く寝ようかなって言っとってもね、テレビ見たりダラダラしたりすんだけど、ゴールデンウィーク疲れが出ちゃいました。完食しました。で、こっちでごちそうさま。よかったらみんなね、みんなも、うん、簡単に作れるんで作ってみてください。で、一人分で作るときは、もうこんな感じじゃん。ほんとにね、自分の食べたいだけ、お椀とかぐらいにパーンってよそ、ちょっと大きめの、うん、ボウルにね、お茶碗1杯分とか、1.5 杯、2杯分ぐらいよそって、ね、それに合った酢飯作って、缶詰なんかちょこんって入れたり、きゅうりも3分の1とか、その辺適当にちゃちゃって入れてくれたり、卵1個で作ったりとか、うん、でも OK です。はい。
もう適当にこの辺はね、作ってみてください、はい、結構美味しいですよ。はい、ということで、またねじゃないや、今日はねちょっと熱が出てるのかな、フラフラするんで、この後体温測って寝たいと思います。ではまたね、バイバイ。